国からいらっしゃった方だったそうなんですけども、21歳の時に日本国にいらっしゃったということなので、日本語も楽しめられる、英語、日本語のチョイスということなんですけど、どちらにしましょうかということなんですが、顔ぶれ的には。まあ、ちょっとシャンプーに近いか分かりませんけど、我々としては日本語が助かるなと思っていますので、ちょっと彼に日本語を意識するとかってどちらでも思ってますけど、はい、それで、エドモント・エドガーさん、ちょっとあまり私、存じ上げなかったんですけれども、リアリティ・キーズの CEO でいらっしゃるということなんですが、ファウンダーでかつ CEO でもあるということですね。今日のスケジュールなんですけども、最初に、45分間ぐらい、会の方で話をさせていただきたいというのがそれをさせていただいた後、それから大体45分間ぐらい のディスカッションに入りたいと思いますけども、時間の方はあくまでも目安でございますので、まあそこら辺はちょっと彼に調整をお任せしたいと思いますけど、途中でもしご質問があって、それで含ませるのも悪かったと思いますが、そこら辺をちょっとかなり柔軟に対応していきたいというふうに思っております。本当でしたらば、ちょっと今日は香港で、どこへのスケーリングアップの重大な話がされているということなので、そっちの方が気にはなるところなんですけど、佐藤さんから何か質問があるのかな、来週あたりがあるんじゃないかと思いますけど、まあ今日はそういう意味で本間さんが非常に最新の情報を持ち帰っているので、自分その Day1 と2に出ましたので、一応一通りの体験をしてきました。もしよろしければ、この著書の後に、一旦このデータ記述した後にでも、そういったコミュニケーションとか作りたいというふうに思っております。OK。Okay. はい、それじゃあ早速、エドガーさんをご紹介したいと思います。はい、江戸川と申します。株式会社ソーシャルマインズという、小さな会社で、このリアリティーズサービスを、去年の、2月ぐらいから、やってます。で、本日は、まずその一般的にそのオラクル問題、その、外部データをブロックチェーンに、取り込む問題について、少し説明して、それで、リアリティヒーズの、どのようなサービスを提供しているかと、それで、その考えられる問題と、他のやり方について、少し軽く、触れて、それで最後にちょっと具体的に、技術やってないかと申し訳ありませんが、少しちょっとコード、のサンプルを見ながら、リアリティキーズを SVM でどのように、
主にマクロのリアリティ技術サービスをやってます。日本に来たのはそうですね、大学卒業してから、ちょっと短期の、学校の先生、まあ、先生まではいませんが、ちょっと学校で子供と遊びの仕事をしてまして、それでそれを3年間やったら、ウェブ関連の仕事、が見つけて、それで、普通にこの辺で仕事にありましたので、ずっと日本のままに出ました。それでは、じゃあその、早速そのプレゼンの方に入りますと、まず、スマートコントラクトでを使って何ができるかと言いますと、今まで間に信用している相手が、今までお金を預からないといけなかった状況がたくさんありました。今まではお互いの 100% の信用のない、アレッサンドロップの二人の方がいるときに、何らかの取引したいときに、エスクローみたいな形にするか、あるいは、法律的な、契約を作って、それで、最悪何かあった場合は、裁判に、入ってもらって、その裁判がある意味皆さんの比較評価金を持っているという状態で、裁判に、その責任を預かりなきゃいけなかったんですが、スマートコントラクトというものを使いますと、そのような、その財産、お金なり、証券なり、その財産の、生き方、何があればどこに行くかをブロックチェーンで管理するのができるようになりました。それで、いくつか、それがそのエスクロー的な状況がうまくいかなかったケースいくつか今取り上げようと思ってるんですが、一つはビットコインの、結構昔の、歴史、これがマウントボックスよりだいぶ前の話なんですが、ビットコインの、これからの価値は上がるか下がるかについて、取引ができる市場になってるんですが、これはビットコインの価値なんでした。でこれが、マウントボックスと同じようなことになって、潰れてしまってお金がなくなったと。それでもう一つ、これがビットコインの例ではないんですが、イントレインという会社がありました。これはアイランドにあった、プレディクションマーケットをやってた会社。でそこは、スポーツに関してとか、選挙の結果とか、あとは石油の、価格とか、いろいろ、株のように取引ができるような市場だったんですが、それも、ビットコインが同じように、潰れてしまったらお金がなくなったと。で、それで、そのような、結末にはならなかったんですが、裁判まで行かないといけなくて、それはたくさんお金がかかったケースはたくさん考えられたんです。なので、そのような誰かに預かるような状況を、回避することは、ブロックチェーンを使えばできるはずですね。ただ問題は、先ほど言った、取引と結構ほとんどの、興味のあるような取引は世界で何かが起きてからお金がこっちに行かないといけないということです。ですから例えば、そのビットコインかの場合は1ビットコイン対1ドルはレートはいくらですかと、その情報が必要になります。でその情報がないと、アレスさんとボブさんの間で決めた契約を、解決することはできないんですね。こうなったらアレスの会になります、こうなったらボブの会になりますという定義はできるんですが、こうなったらってどうやって知るのかっていうのは、問題になります。で、さまざまな、スマートコントラクトは同じような問題が、出ます。天気はどうなりました、保険の考えと、じゃあこの家燃えましたか燃えなかったんですか、それぞれさまざまな情報がないと、このような、コントラクトは、実はできません。
で、まあ、一つ今までインターネットであったちょっと似てるような状況を考えると、インターネットの、まあ、1990の、まあ、早い段階では、大きな e コマースの難題になってたのはアイデンティティはうまく管理できない。Amazon 様から何かを書いた。でもそうするにはこの、話してる相手のコンピューターは本当に Amazon 様のコンピューターなのか、別の人なのか、のコンピューターなのかを、確認することができなかった。でそうすると、まあ、うまく、e コマースができないので、それでできたのは、認証局。それがベリーサインとか、そのような、会社が、まずその実際の世界の、ことを調べて、この人は本当に Amazon ですかと確認して、電話かけたり、普通の昔の証明を、電子証明じゃなくて、あの普通の証明を確認したり、ちょっと常識を使ったりして、本当に Amazon ですかという判断をして、それをもとに、暗号の情報、暗号の証明書を発行します。でそうしますと、その後その証明書を見せることによって、私は本当に Amazon ですよということが証明できました。でそれでまあ初めて e-commerce 本当にできるようになった。なので、まあ、ちょっと似てるような、ことはリアリティキーズだった。ただリアリティキーズは、アイデンティティではなくて、技術。のため認証機械です。このビットコイン大統領のレートはどうなってましたか。あるいは私、結構最近よくやってる例は運動のトラッキングアプリケーションのデータを見て、この人は本当に1キロ走りましたか。それはなく自分のことで。もし私が1キロ走ればお金が返ってくる、走らなければ寄付するとか、それは、それで、まあ、基本的に、取れる情報は、何でもいいので、その情報を、どこか拾って、証明して暗号で、証拠を与えるっていうのを考えています。でこのサービスは、一応、2014年2月に開始してまして、その時に、エセリアムなどの、スマートコントラクトのプラットフォームがなかったので、そこはビットコインの、鍵を使ってやってました。つまり、例えば、1ドルは、110円を超えますか、超えないですかという、問題に対して、まず、2つの公開鍵を発行してる。1つははい、なりましたということを、示す効果で、もう一つはいいえ、なりませんでしたということを示す効果。それでその、決めた、日付に、状況を確認して Yes の場合は Yes の非公開客を、告知して No の場合はその No の非公開客を告知します。でそうしますと、そのアリスト・ボブさんが、トランザクションを最初にその非公開、2つの非公開鍵を持ったときに、ボブ、アリスの非公開の鍵プラス、イエスの鍵か、またはボブの鍵プラスノーの鍵の組み合わせがあれば、このお金が使えますという、トランザクションが作れます。それでその非公開鍵が出たときに、イエスの非公開鍵であれば、アリスがお金が使えます。で、ノーの非公開鍵であれば、ボブのその鍵が使える。で、それで、ちょっと面白いところは、その情報については、リアリティキーズが出してますが、そのトランザクション自体については、全く、何も関わりない。知る必要はない。で、やろうと思えば、この鍵を、ちょっと暗号の仕組みで、匿名化することもできます。私たちブロックチェーンを見てもこれが私たちの鍵を使ってますということも知らないという状況です。それが、基本的にリアルキーズやってるサービスで、で現在の、データに関しては、
為替は、ECB とか、ビットコインの場合はコインデスクから、情報を拾ってまして、さまざまな、他の暗号通貨の、トランザクションについて記録を IO から拾ってまして、さっき言った、ランキーパーという、運動管理のアプリケーションから、誰がどれくらい走ったことあるとか、それであのフリーベース、今中止になりましたが、今ウィキデータというところから、情報を拾ってまして、これはどんどんあの、使っている情報源を増やしてまして、結構あの新しい情報源を使うのが結構簡単なので、これを使おうと思って欲しい情報がなければ、連絡していただければ、でそれで、実際のそれを使うのを、プロセスを見ますと、これがビットコインの場合は、さっき言った2つの鍵でがあって、1つが Yes で1つがで、それでトランザクションでお金に使うの制約をかけて、それで決まったら非公開鍵を、告知して、買ったものというか、まあ、もらうべきものは、それで、お金を解読する。それで、まあ、結構ほとんどは結構稀なケースなんですが、その、API からもらった情報が正しくない場合は、手数料を払っていただいて、それで実際に調べます。例えばその、まあ、ビットコインの、ことを言いますと、例えばあのずっと皆さんがマップゴスからデータを拾ってたんですが、それをどこかの時点でダメになっちゃった。で、フリーベースの方なんですが、ウィキデータの場合は、誰も一度ことができます。ただ、一致してしまえば、相手が手数料を払ってあの正しいデータを発行しますので、一致意味もないです。その一致インセンティブ。で、それで、まあ、ビットコインも今までそのように、してますが、はい、ビットコインもそのようなやり方、にしてますが、そこで大きな欠点は、Yes と No のトランザクションしか作れません。で、本当は、よくやりたいのは、100メートルごとでお金ありますとか、スポンサーしたからね。で、延滞ドルが110円、1円ごとでこれぐらいお金ありますとか、そのようなもうちょっと、まあ、実際にその値に関して、そのイエスかノーじゃなくて、その値はどうなったかによって、ロジックを組みたい。それで、それができるのがエセリオン。それ、エセリオンのやり方は、ちょっと似てるような流れなんですが、Yes と No の鍵ではなくて、その、事実のハッシュと、これから証明する、公開鍵を、まず告知します。それで、そのハッシュと鍵を、指定して、コントラクトに、お金に、使う条件を与えます。それで実際にその結果が出れば、その結果自体を証明します。で、コントラクトの中で、その、告知したデータとその証明を、コントラクトに、入れたら、解決する。これはちょっと細かいことは後で、ちょっと例で説明します。そのちょっとこの いい説明します。それで、まあ、ちょっと使ってみたい方、API を、提供してまして、無料で使えます。で、ユーザー登録も必要ないです。その使ったときに、そのトランザクションについて何も私は知る必要はありません。鍵が、私たちにも見えないように、匿名ができます。それで、後で URL を、見せますが、高校のサンプルとか、詳しい説明。それを使って、まあ、保険ですとか、デリバティブとか、まあ、さまざまな、契約を作る。それで、はい、それで、今までした説明の中で、全てこの大きな問題は全てがこの一社に信用しないといけない。で、お金自体を盗むことはできないのですが、例えばじゃあ誰か賄賂を
くれたとか、拉致されたとか、それから、まあ、よくあるのはサーバーに墓が入ったとか、そのような問題が万が一ありますと、間違ったデータが、出てくる、可能性があります。なので、ちょっとその他のアプローチとその対策についてちょっとお話ししようと思っています。まずは、一つだけの、証明局、一つだけの会社に頼るのではなくて、たくさんの会社を組み合わせて、そっちの、まあ、平均とか、まあ、その組み合わせた条件で、情報を使うことができます。で、今まだ、まあ、これからたくさん出るのではないかと思いますが、今、弊社のほか、オレクライズというもう一社がすでにやってまして、でおそらくスマートコントラクトが発展すると と同時にどんどんこのような業務を、行っている会社が、もうちょっと出てくると思います。そうしますと、まあ、例えば11社とか、を全て組み合わせて、11社全てワイドを与えれば、まあ、なんかできるかもしれませんが、あと、まあ、11社、まあ、その過半数が入ればそれでも やばいことになりますが、だいぶその、その失敗の、そのリスクをだいぶ、軽減することになります。それで、このようなやり方をしているのは今、グノーシスという会社があるんですが、まあ、これはコンセンシスというイセリアにたくさん活動している、会社の一つのプロジェクトはこのグノーシスで、グノーシスは、プレイクションマーケティングは、開発してまして、この中でたくさんの、オラクルたくさんの、情報の認知局を、組み合わせる機能がついてくるはずです。それは一つのアプローチ。それでこの、さっき言ったもう一社のオラクライズが、やってることがあるんですが、オラクライズの場合は、弊社と違ってそのどこかのウェブサイトから拾ったときにそのウェブサイトの言ったことが、まあ、絶対というふうなアプローチにしています。弊社みたいに手数料があれば確認しますという作業がないので、それ、そっちが、SSL のサイトから拾ったときは、その SSL の、接続のログ、TLS ノータリーというソフトがありますが、そのログも告知します。でそうしますと、そのログを見れば、まあ、すぐに嘘ついたことが分かります。ただ、すぐに嘘ついた、その結果を出してからすぐに嘘ついたということは分かるとしても、嘘ついたと言われたときにどうしますかという問題の回答にはあまりならないんですね。なので、まあ、若干これを、まあ、弊社の場合は、まあ、誤ったデータを告知したら、多分すぐバレます。すべてウェブサイトに告知しているので、しかもその、そのせいで買えなくした人がいれば、まあ、多分すぐいてくると思います。それが分かった時点でどうしますかという時は、まあ、これから新しいコントラクトでは使わなければいいとはいいんですが、その途中の、コントラクトはそれでも、大きな問題なので、まあ、悪いことやってる悪いことではないんですが、あまり解決策には、ならないかなと思います。それで完全に、分散型にする、完全にディセンショナルにするというのは、多分その皆さんエセリアムとかスマートコントラクトの、仕組みを使っている皆さんは本当はやりたいことだと思います。で、それに関して、聞いたことがあるかもしれませんが、オーグルというプロジェクトがあります。で、オーグルでやろうとしているのは、全てのオーグルもプレディクションマーケットですが、じゃあ誰が選挙を勝ったかと聞いたときに、その、まあ、投資家というか、レピューテーション というトークの話をしています。で、レピューテーションというのは、まあ、評判みたいな言い方なんですが、ちょっと本質とずれて、そのオーブのコインみたいなものを使っている。で、それを持っている意図は、皆さん、投票して、で、面白いところは、過半数の人が正しい、結果を選ぶという前提でやってまして、その過半数と違う票を、
出した人はお金をなくす、罰をもらうという仕組み。そうしますと、みんなさんが大体正しいことをやってます。で、私だけ賄賂をもらって嘘をついてしまうと、私がその嘘をついたことによって、罰をもらう。で、そうしますと、まあ、うまくいけば嘘をつくインセンティブがなかったんではないかという発想なんですが、まあ、その仕組みはある程度そのビットコインとか、イセリアムの、ブロックチェーンの仕組み自体にはある意味近い。あの皆さんがトランザクションを確認しています。で、有効なトランザクションが正しいというブロックを作ったら、皆さんがそれを拒否しますので、お金をなくしてしまう。で、そうしますと、皆さんも大体、正しい方を選ぶという前提でいけば、嘘をついたいとしても、嘘をつかない方がいいということになります。ただ、このや使い方までうまくいくとは、うまくいかないとは言えないんですが、まあ、非常に、なんて言うか、大胆な、事件であると思います。あのいくつか、まあまあちょっと考えやすい問題は、まずは賄賂、これはたくさんの人に対して、賄賂を、告知します。このように票を、なければお金を あげますと問います。で、そうしますと、多分非常に分かりやすいはっきりしたケースはそれはあまりうまくいかないでしょう。皆さんが、他の皆さんが、まあ、正しいことをやると思えば、かなり莫大な賄賂を出さないといけない。で、皆さんがそれと協力したことによって、自分の、株の価値が下がるので、それを皆さんやらないでしょうという、想定ですが、まあ、それをはっきりしたときはそうだと思うんですが、問題は非常に微妙なケースを考えると。すみません。微妙なケースを考えると、どっちが、どっちなのかと。で、いろいろなんか漏れるんじゃないかと。どっちなのかってはっきりわからないときは、ちょっとした力だけで潰すこと、倒すことができます。それで一回だけその微妙なケースで、賄賂で倒したとしたら、次回賄賂を出したときに、皆さんがその賄賂を見て、ちょっとこうなってることを期待します。そうしますと、自分の利益だけのためにやっていれば、もうちょっと、もうちょっとアンバランスなケースでも、できるんじゃないかと。で、あの、これが、これのさらに過激な例は、それでそのタクス、こっちの方に投票したものは、にはお金を与えますだけじゃなくて、もうちょっと面白い条件をつけるとすごいことができて、これがウォルン・バフェット攻撃という、ウォルン・バフェットさんが考えた、まあ、政治の腐敗に関して考えた攻撃なんですが、例えば 80% 以下の人がこっちの方に投票したら、その 80% に賄賂をあげます。 80% 以上の場合はあげません。そうしますと、一人が考えていることは、皆さんがもし賄賂を取その賄賂を取って、嘘ついたら、私がそのシステムに、私が過半数に入らないので、罰を与えるシステム。で、皆さんがそう考えると、80% 以上いってしまう。そうしますと、賄賂を払うために、0円で、賄賂ができてしまう。これはウォルン・バフェットさんが考えたのは、その2つの政党に、この法律が通ればお金あげますと。で、通らなかったら、その反対の政党にあげますみたいな、まあ、実際やってないんですが、やったら動くんじゃないかと願ってました。まあ、それは一つの心配で、それでもう一つ、心配なのは、これがまあほとんどの現在のビットコインもそうですし、イセリアもそうですし、セントライゼーションの、心配になります。つまり、毎回皆さんと同じ結果を出したい。しかも、毎回投票するのは面倒くさい。そうなると、皆さんが一人一人決めるのではなく
て、どこかのデータフィードから情報をもらった方がいい。これはまあ効率的にもある。でそうしますと皆さんも同じデータフィードから情報をもらっているとなるということになりますと、この人全員がフィードからもらってたら私が別の意見を出すことができなくなるんです。私その皆さんが使っているフィードと違う情報を使えば私が過半数に入れないから罰もももらえて、お金をなくすことになる。でそうしますと結果的にそのフィードを提供しているものがその一つのオラクルみたいな、同じ位置付けになってまして、しかもそのフィードのインセンティブは今度たまに間違えた情報を言った方がいい。たまに間違えた情報を言ってしまうと自分のそのフィードを使っているお客さんは、フィードを使ってない人から利益が取れるみたいなちょっと変わったインセンティブができてしまう。なのでまあみんなある程度いい人だったら動きますので、これで、まあ、絶対ダメだと言わないし、しかもそのある程度その例えばこういう賄賂の時は、まあ、攻撃の話をしたんですが、逆撃の可能性もありますので、こっちから賄賂来ればこっちの側も賄賂出して結果的に賄賂がチャラになっちゃって出したものはそうするみたいなあのこともいろいろまあ考えられるので、まあ、これを見ただけでは動きませんとは言いませんが、まあいろいろ難しいという状況ですね。それも、まあ、もう一つの問題は、少なくとも現在のオーグルの、設計ですと遅いと高いというのはみんなさんが投票するから、でそのみんなさんに報酬をあげないと。で遅いというのは、まあちょっと皆さん投票するから、それぞれの情報を考える時間を与えると。それでまあちょっとそれの2つの、仕組みの間に、ある提案は、そのグノーシスのコープルマンさんが提案した、アルティメットオラクルというもの、これは、このようにアフレスラックに入れておきます、これですと、オラクル、そのリアリティキーみたいなサービスは使います。ただ、オーグみたいに、株主みたいな役割の人が、嘘だと思ったらその嘘を潰す、投票ができる。でそうしますとちょっと、まあ、スケーラビリティの、いいところはほとんどこのオラクルは嘘つかない。で嘘つく価値もない、あのみんな潰せるから。そうしますと、少なくともその、スケーラビリティの問題は解消されて、多分このような仕組みはもうちょっと多くより成功する、確率は高いのかなと思います。それで、まあ、ちょっと私の、提案ですがちょっと似てるようなやり方ですが、また認証局のやり方を考えると、ブラウザにたくさんの認証局の情報が入っています。ただもしたまにその認証局に墓が入るとか、不正を行うことがあるので、そういう時にブラウザのメーカーがその認証局を、無効にすることができます。でちょっと似てるようなことをやれば、何らかのガバナンスを持った、組織、それが Proof of Stake の、投票でもいいし、実際に、まあ、決めた人が、決める組織を作る、やり方でもいいんですが、どれかのそのような組織が嘘つかないオラクルのリストを持っています。で嘘ついたらそのリストから外してこの日付を元に出した情報は信用できませんみたいなことを言えば、それはおそらくその複数の、認証局と組み合わせれば何か負けできるんじゃないかと思います。はい、そこまでは、まあその一般的なオラクルについてのことなんですが、それでちょっと具体的にささっと、リアリティキーズを使う、時の話を、したいと思います。例として、さっき言ったランキーパーの場合の、もし私が、100メートル走れば、100メートル以上走れば、じゃあ100メートルごとで、1イーサーがもらえると、しますと。それで、この人がスポンサーでそれをやってくれる、としますと、まずは、興味のあるデータを、
と決めて、そっちの発表をもらうと、サイトからやっています。それで、条件の、さっき言った条件を決めて、お金を送る。で、最後は、結果が出たときに、その結果を、コントラクトに渡して、お金が足りるようになります。まず、その最初のステップは、今ちょっと、じゃあ、ウェブサイトから。それで、これ初めて使うときはランキーパーに通して、許可を与えなきゃいけないんですね。私以前通したことなので、どこまでやるかをやって、それで、2つのやり方があるんですが、ゴールを設定して、これ以上、までいけば、イエスかノーの情報を出すか、その値自体を出すか。これがビットコインの場合は、この2つしかやる。イセリアムの場合は、証明した、値だけが出ているので、それでいつ、までやるのかと、あとはこれさっき言ってた、万が一その情報が正しくない場合調べるような仕組みなんですが、これはやりませんので、全然注意します。ちなみにこれ今はウェブサイトからやってるんですが、普段はおそらくアプリケーションを作ってその API から使うサービスなんだと思います。それで今、これから使う2つの情報が出ました。1つは、この技術の、ハッシュ。このハッシュはこの技術を代表する。で、もう1つは、結果をサインする、Ethereum のアドレス。で、あとで実際、まあ、こっちの方まだ解決してないので、例は別のやつでやりますが、それで、それができましたと。で、ハッシュと、それでその条件を決めます。その条件を決めるときに、先のハッシュと、使っている鍵を設定します。で、最後に、そのような条件を選んで、ちょっとそのコードを軽く見せますと、これがまずテストのコードですが、これでやってることが分かるかなと思います。まずこのスポンサーソールというコントラクトがあります。で、アリスとコードがそれぞれ鍵を作ります。で、まず一番最初に登録、ここまでしたとき、登録したときに、API から、まあ、たくさんの情報が出ますが、欲しい情報は、これ、サインするアドレス と、その事実を、識別できるハッシュ。で、最後はこのベースユニット。これを使うのは、Solidity とかで、小さい数値の管理が負けできないので、大体0.1 とかの管理はあまり充実されていないので、何かでかけて、点なんとかなんとかまでやってます。このベースユニットで今、
これからの数字でもそれぞれやってます。それで、コンタクトを使うときに、僕にこのイベントで、かけるこれで100メートル以上行けば、100メートルごとで、0.1SO が与えると。で、その証拠をするときに、このリアリティキーズのこのアドレスで、それでアレスが実行します。で、実行したときにお金も送ります。それで、これぐらいのお金を、送ると。それで、そのソリティの方に、行って、そのときに 何をしたか。データを持つ箱で、この今渡した要望を全て、まあ、リストに、追加するだけですね、やってること。それでそのリストの中の ID を返します。まあ、非常に分かりやすいことやっています。それで、時間が経って、実際やったかどうかの結果が出ます。で、結果が出たときに、もう一度 API まで。で今度は今までなかった、いくつかのデータが入っています。一つはこの、ここまでは、先と一緒なんですが、このサインバリューというのは、実際証明されている値。私が313メートル走りましたと。それで、証明。で、その証明は、この3つの部分なんで V と R と S という3つのデータで組み合わせているんですが、これを証明で、その3つを今度はこのセトルというメソッドに渡します。それでセトルを見ると結果のハッシュを組み合わせて、証明が正しいかどうか、その渡した情報が正しく証明されているかどうかを確認します。で、この EC リカバーという、ファンクションが、さっき言ってたサインアドレスと一致していれば正しい情報です。一致してなければ、その証明書自体が、無効です。で、それが、正しくなければやめます。それで今情報が出たので、スキップ作るようにその情報を使えばいい。で、このリザルトバリュー、まあ、これは通じて先の数字を使っているんですが、これ、まずこれ以上の、これ以上の結果ごとでこれぐらい与えますというので、まずそのこれ以上の部分の、とマイナスして、余るのこれぐらいで、それで 100メートルだったんですね。それで強盗で、指定したお金を、送る。で、余る、どうなって、これはどうなっても余るのお金は、元の人に返すという方法でやってます。はい、それで、その説明は、ここまでですが、先ほどのコードは、後で先にも入れますが、この、レポジトリにあります。で、それ以上の、それ以外のコードは、この、ディベロッパー、リアリティキーズとコミュニティディベロッパーするところを見れば、それぞれの例とか、API の、詳しい説明が入っています。はい、それは、利用で。じゃあ、ここまでで、皆様からのご質問を順にお受けしたいと思いますので、どうぞ。最初のご説明で、トランザクションの中に
リオンを使う場合ってやっぱりどうしてもトランザクションの中に組み込まなきゃいけないんですか。その SDN の今やってるのはその値を使ってる場所ですね。あの証明されたデータの証明を確認して、それでその、値をコンタクトに入れる。そのようなやり方ですと、そうですね、その証明した鍵を見ればそれはバレちゃいます。その Yes と No のキーのバージョンは SDN でも使えるんですが、Yes か No のケースであれば、そのビットコインで使うと同じやり方で、実際に何をするかと言いますと、それぞれ、2人が決めるもう一つの鍵を作って、それで ECC アディションという、オペレーションで、その2つの公開鍵から新しい公開鍵を作る。それで ECC にちょっと不思議なことがあるんですが、2つの公開鍵を足せば新しい公開鍵になって、それでそれぞれの非公開鍵をそれぞれ足せば、その2つの公開鍵になります。というちょっと驚きの事実、まあ、多分数学分かる方は驚かないかと思います。私に驚きの事実だと。で、それを使えばその、その人たちだけの決めたもう一つの鍵を組み合わせちゃって、それで非公開が来た時に、それを、足すと。そうしますと、何のことだったかは誰も分からないと。それで、まあ、ちょっとどれぐらいそのニーズがあるか分からないんですが、その値が必要な時は、いろいろ考えられるんですが、まあ、一つはその証明するキーをその人だけに配るとか、それをちょっと有料でやろうかなと思っているところもあります。で、それで問題は値自体がそれでも見えるようになると、あ、じゃあこれはドルの為替ですよねって分かる時もあるので、そうしますと何らかの変換ファンクションかなんかを定義するとか、まあ、いろいろちょっと考えが出ますが、まあ、まだ解決してないので、それがプライベートチェーンでやれば、全然プライベートチェーンでやれば全く分かりません。リアリティキーズっていう概念は何か何回かお伺いしてたんですけど、その SDN が出る前と出た後でどう変わったっていうか、はい、そのリアリティキーズはビットコインブロックチェーンでも一つの機能手段だと思いました。ただ SDN を使った方がより何か何が改善するんですか。あの、Yes か No だけじゃなくて、もっと細かいロジックが変わるというのが大きいと思います。特にその、まあ、ディリフっていう関連とかですとか、そのようなやつですと、まあ、ビットコインでは全く不可能というわけではないんですが、トランザクションにたくさんの小さな、1円ごとで、1円ごとでこの部分が、それぞれ 別で動くような仕組みになるんですが、それはまだ現実的じゃないと思うので、基本的にはビットコインですと、イエスともしかできない。それは大きい。それと、イセリオンの場合は、まあ、他の複雑なオブジェクトも組むことができるということは、多分非常にこの、まあ、役立つかなと思います。あの、なんかカウンターパーティーはたまに、うん、その自分たちもスマートコントラクトやれるとか言ってるんですけど、はい、どっちが使いそうなんですか。私、あまり非常にカウンターパーティーそんなに詳しくない。が実際の、まあ、全体の力を見ると、多分イセリアムがよりたくさんできるような印象ではあります。そのなぜ聞いてるかというとですね、そのSDNの方はコンセプトとかセオリーとかはまあ素晴らしいじゃないですか。ただ実際インフラとして信用できるのかという問題があると思うんですね。インフラとしてはビットコインの方がやっぱりその、まあ、6年実績があってフォークしないので、うん、これがちょっと問題はね、先ほどの議論 の再開が出しなんですが、書いた前の議論なんですが、スケーラビリティどうなの、3トランザクションしかできない。誰がどのような使いを作るか分かりません。そうしますと、
まあ、非常に価値の高いものがあればそれまでのトランザクションフィーが払えるだろうと思ってはできるかもしれませんが、問題はこれが将来で解決しないと、普通の支払いであればビットコインちょっと お金持ってるだけだったらビットコインのトランザクションちょっとやばくなったという時に移動することができるんですけど、これがその日にならないと移動できないので、じゃあ1年先のビットコインどうですかといった時にトランザクションはいくらかかるんですかって誰も言えないですね。で、ただおっしゃる通り伊勢はまだ新しいです。しかも、これからまだそのプルーフ・オブ・ステークに変えるという、これからの新しい開発が入るので、今のものがすごくうまくいったとしても、その次に生まれ変わったときに、次のやつがどれくらいうまくいくかまだ誰も知らない。そうしますと、ちょっと過激なこと言ってしまいますが、パブリックブロックチェーンで使えるもの何もないんですよ、今。だからみんなプライベートチェーンをやってます。だとすると、やっぱりパブリックチェーンとして実績があるのって、やっぱりどうやってもビットコインブロックチェーンですか？自責は間違いないですね。だからそのスケーラビリティの問題解決すれば、それは、全然進めできるんですが、スケーラビリティの問題はなかなか解決しそうじゃないです。今回、その2メガにして、2メガでしょ？セグレゲイティビットネスで、1メガ、まあ、だけど2メガでもまあ、トランザクションだけだったら問題ないし、サイドチェーンとライトニングネットワークで多少逃げられるので。かもしれない。まあ、その本当に議論されているのは、このビットコインブロックチェーンの最大、今リミテーション1メガだけど、2メガにするっていう議論なんですか？そうですね。まあ、2メガと4メガ、8メガ、20メガと、あとそのセグレゲーティッドウェットネスとかっていう。なんかすごい不思議な解が出てきました。ただまあそのセブントランザクションをそのもっと上げようっていうのが基本的な考えですよね。でしかもそれがディストリビュートされてて、さらにフォークシコンセンサスを保ちますので、意外とハードル高いんですよ。なのでそういうのを見てると、なんとなく SM ってもっと難しいな。なんでそのビットコインですらディストリビュートされたままコンセンサスがすごい大変なのに、 SLM でそのバーチャルコンピューティングマシンみたいな、あ、ディストリビュートとバーチャルマシンが本当にコンセンサスするのかなって普通に思いますよね。まあビットコインの、サトシさんのままでいれば大丈夫だと思うんですね。それが今日ガビンさんまでやってればそれないようになると思うんで、ちょっとその運営できるいいかな。まあそのまあ正直スケールビットコイン出た感想だと、すごい才能がたくさんいるわけですよ。で、だいたいまあブロックストリームと MIT とビットペイなんですね。まあその3社が主で、すごい才能なので、まあ、なんとかなると期待みんなしてます。最後の問題は当てないと思うんですね。最後は溢れてます。じゃあ問題はちょっとありすぎちゃうんじゃない問題はビットコインの話ですね。問題は話がまとまらない、コンセンサスしないと。あとそのイメージは非常にどのような目的のものなのかっていうのは決まってないですね。でそれが非常に意見が分かれてますから、それがある意味妥協できないようなものではないかと。本当は今なってほしかったのは、大きな喧嘩してどっちか勝って亀裂になってほしかったんです。正直そうするとビットコインのブロックチェーンの使い道がはっきりする。はい、はっきりする。じゃあそのビットコインブロックチェーンは何て言うんですか、その使い道って今言われたのは、自分はなんか単純にその7を1桁2桁でそのブロックサイズとその処理能力の話だと思ったんですけど、今言われたのはそうじゃなくて、何ですか、そのもっと演算性を持たせるとか、ディストリビューテッドレジャーとして使おうと思った時にはもっとスケーラビリティがないと使えないよねっていうことですよね。そうですね。でバックボード、それでその
まあ、一つのイメージは、たくさんの人がノードを走る。ほとんど皆さんがフルノードを走らせるべき。で、その代わりに、機能としてするのは、セットルメント、まあ、日常の決済じゃなくて、他の層の他の技術が使うお金というイメージが一つですね。で、それは、まあ、例えばピーター・トーさん代表する、派閥ですね。それでもう一つは、ビットコイン自体を使ってたくさん支払いをしたい。でそれで今、まあ、サトシのワイトペーパーを読んだそういうイメージですね。トラブル処理が高いから、会社を辞めて安い、支払いもできるようにすればいいんじゃないですか。でそれのどっちをやるのかっていうのは、じゃあピーター・トッドはなんか1メガをさらに下げたい方がいいって言ってますよね。皆さん自分でノードを運用すべきだと思ってれば、それは確かに大きすぎないね。だって1メガにしたらば、なんていうんですか、その支払い以外の、今の機能以外の機能獲得できなくないですか。さすがに1メガ以下だったら、だって機能パフォーマンス上がる。それが目的。それで、トランザクションの、コストが上がる。で、上がって、非常に付加価値の高いものしかそこでやらない。なるほど。じゃあ、もう一つデジタルゴールドにして、マイクロペイメントを諦めて、デジタルゴールドの方向でやった方がいいですか。なるほど。まあ、で、まあ、その間の位置でも言えるんですが、今の問題は、どっちの方に行くかわからないので、ある意味、どっちも、資料で引かれた。ただ、そのピーター・トッドが言ってる、下げたいって言ってるのは、そのディストリビュートするためですよ、確か。そうです。で、そのマイクロトランザクションやめて、こうやってすれば隠してデジタルゴールドにしちゃうと。はい、まあ、それはそれで一つの手だと思うんですけど、今とマイノリティですよね。そうです。マイノリティですが、何もしなければそうなっちゃいますので。あ、なるほど、ね。まあ、なんか一応、ジェフ・ガーゼックが何もしないのは最悪だって。うん、そういうことですね。ビットペイはもうビットコイン使えなくなる。で、ブロックストリームはどちらかというとみんな上げたがってるんですけど、自分が聞いたのはブロックストリームは影響力が強すぎるので、ブロックストリームとしては痛くないと、その個々 その自主性を重んじてるとかっていて、で、個々の人たちはみんな壊れてるなわけですよ。で、彼らの話を聞いてると、なんとなく上げたいって言ってるので。下げたいって言ってるのが1メガのまま止めようって言ってるのピーター・トッドだけだと思いますよ、自分の仕事には。ジュニア。ああ、そうなんですか。なるほど。で、今まではグレイ・マンさん。そうなんですか。もう、増やせない派ですね。へぇ。で、まあ、最近の、照明の、はい、照明確認の速度を7倍、よくできた。素晴らしいレコードができたんですけど、それがなかったら去年は下げるべきだったと思います。証明確認ですね。そう、バリデーション。今まではOpenSSL を使って、証明をバリデーションした。で、そこに2つ問題があって、1つは、ちょっと遅い。で、本当はたくさんの証明をするようなものを作ってないので。普通は例えばウェブサイトにこの証明書が合ってるかどうかみたいな確認なので、まあ、すごいバカな速度でやる必要に。で、あとは、コンセンサスを考えて作られているものじゃないので、例えばこの証明は Windows で動いたんだけど、Linux で動かないような、そのような問題があって、でそれが、コンセンサスシステムでやろうでなっちゃうと大問題なので、それでそのビットコインの開発者は自分のバリデーションのライブを作りました。で、それでそのおかげで、まあ、何倍速くなった。ただ、そうなった場合、コンピューティングが強い方が勝つわけですよね。コンピューティングパワーが強い方が収束していくわけですよね。はい、そうですね。それも必要になっちゃいますね。じゃあ、グレッグ・マクセルとリューク・ジュニアはまだ1メガ派なの？グレッグ・マクセルは少なくともその今のセクレゲーティブですが、
は賛成しています。じゃあ、ゼネゲイティッドウェイトネスは1メガ、20メガに関わらずやればいいです。いや、それをやっていいとは言ってないんですね。あの、今の1メガを保ちながら、プラスセグレゲイティッドウェイトネスをやって、セグレゲイティッドウェイトネスの部分の4分の1で数えるみたいな、その発想は賛成。基本的にはセグレゲイティッドウェイトネスの説明をしていただいて、今までの、ビットコインのトランザクションに、お金がどこから入ってきて、どこに出てていくら使うと、この使ってるお金を、使う権利があると証明する、証明書がある。で、そうしますとそれぞれその普通にブロックに入っている証明書が全てそれが全て入っている。で、その大体1トランザクションの3分の2ぐらいが多分証明書のデータです。で、今のは、でそれで、まあ、2つの問題があるんですが、時によってその証明書を確認したくないんですが、他のブロックのデータも欲しいという時がある。それと、あとはマニアビリティの問題。マニアビリティの問題なんですかね。20種くらい出てちゃうよね。ゴックスが言い訳に使ってた、あのどうにか銀行の口座のお金も取り込めない。その問題はトランザクションの中でこの証明書が入っている。で、トランザクションのハッシュを使って、トランザクションの ID を作ります。で、そのトランザクションの証明に、を微妙に変えれば、トランザクションのハッシュも変えます。でそうしますと、まあ、いろんな問題、スマートコントラクトもいろんな、不具合が出てきます。それで今度のものは、その証明のデータを普通にトランザクションと一緒に、普通のブロックと一緒に入れるのじゃなくて、証明書のデータだけを取って別の、構造に入れる。そうしますと、普通そのブロックだけをダウンロードしたときに、証明書が入ってない。で、その証明書の別のツリーを別途ダウンロードして、トランザクションが正しいかどうか確認することができる。で、そうしますと、証明書みたいな可変なデータがないので、ID が変わる恐れがなくなるので、マニアビリティも解消するというか、解決するという、まあ、いろんな意味で。トランザクション転生の問題に対しての解決策として、証明書のデータを別に。しまって、まあ、結局その相対としてのハッシュが変わってないようなデータで、嘘をつかれるっていうことを避けるっていうことができるようになると思います。はい。はい。それでちなみにもう一つ素晴らしいことがあって、その証明書のデータと一緒にどのブロックの何番のトランザクションから来たかのデータも入れ込むようにしたんです。で、そうしますと、トランザクションが正しくない非常に小さな証拠を作ることができます。そうすると、誰かが向こうのブロックを送ったときに、今まではみんなさんが全てのブロックを自分で、確認したと。もうそうしますと、その必要性もなく、誰かが確認して、向こうであれば、伝えてくれる。で、誰か一人だけ向こうである事実を伝えてくれば、皆さんがそれが向こうであることは確認できて、向こうとして、考えられる。それをでも無効かどうかをチェックするインセンティブって何もないんですよね。まあ、そこが難しいところですね。ただ、まあ、世界で誰か一人くらいやってればいいので。みんなに運びますから、自分のリソースでもそれに使わないです。まあ、まあ、一つ、マイナーの場合は、無効な、ブロックの上に、ブロックを作ることは大変なかなかかかることになってしまうので、マイナーは引き続きやる、リセンティブがあるかなと思います。それでフルノードで、まあ、普通にやってる人、みんな多分、まあ、引き続き多分、確認するので。で、ちなみに、ちょっとそのような発想は、エセリアムのスケーリングの、方向にちょっと近い。ビタリックの案は、今までのビットコインみたいに、みんなさんが全てのトランザクションを
客にしないといけないと、いつまでもスケールできないので、ランダムでこの何名だけが客にする、指名を与えて、もし間違えてればそれを皆さんに声かけて他の人がその時にだけ確認すればいいみたいな、発想だそうです。それがプルーフオブステークですか？プルーフステークをやるときにやるんじゃないか。そのうちのは何ていう名前を呼ばれてるんですか？なんか、ね、あ、まあ、まずフォープルーフ、フォープルーフ、はい、あの、なんか先の方法ですね。ダバー橋本っていうのはどういうものなんですか？ん？ダバー橋本とか、ね、よくわかりません。SN あれよく読んでる。ダバー橋本。あ、なので自分が面白かったのは、中国のマイナーがたくさんいるじゃないですか。でこうやって見ると、すごい激論したんですね。でいろいろピーター・トッドとかが、その最悪ケース、最悪ケース、最悪ケースで、セキュリティ問題いろいろ言うんですけど、中国マイナーがもう投げてて、もう俺たちどうでもいいから、みんなで勝手にここまで決めてくれと。決めてくれたら俺たちそれ採用するからって言って。なので、なんとなくそのコアテクが考えているセキュリティの問題っていうのは、中国マイナーにとっては、あ、どうでもいいですと。まあ、彼らはもう別にそのコアテクみたいな能力がないので、コアテクが決めてくれたらいいですと。まあ、議論に巻き込まないでくれって感じですよね、むしろ。でも今の状況で言ったら、中国のマイナーの人たちはやっぱり一番マジョリティだと思うので、本当にそういう態度で、いや、なんかね、正直能力がないと思うんですね。っていうのは、例えばピーターとあとその1メガ派と20メガ派の議論に参加するのは大変なわけですよ。そんなことをする気はもう別になくて、面倒なだけで決めてくれたらそれに従って動くからっていうことですよね。それはそれで合理的だなと。多分ハードのプロじゃないですかね、皆さん。あのハードウェアの方が得意じゃない、多分。データセンター作って何があれば言えるかとか、なのでなんか天気が言えるか、そうなんですよね。でなんかただコアデブがいろんな心配をしていて、まあ、51% アタックされるような可能性だとかいろいろ言うんですけど、あんまなんかチャイニーズ側は考えてないんですね。で彼ら例えばなんかアタックし、ショートしてアタックするみたいないろんなこと言うんですけど、まあ、中国のマイナー側はいや俺たちは自殺するようなことはしないと、自殺行為はしないから決めてくれる、まあ、彼らの中国マイナー側の方が分かりやすい。コアデブがむしろコアデブ同士でそのちゃんとコンセンサスを決めてくれた方が動きますよね。ダンさん、中国の香港でやったあスケーリング受講ですね、はい、それって思ってますか？中国側で の, その, あの反応ってどうなんですか？反応ですか？いろんな反応ありますけどまあ、大体でも、そうですね、マイナー、基本マイナーがっていうのは、あの別にどういうあの拡張、要するにどういう対策はあまり気がしないので、とにかく決めてくれたら、従いますよ。さっき、同じことですけど、はい。コアデブ側の方が中国側のことを疑心暗鬼でいろいろ考えてたけれども、なんかそれは中国側はびっくりでした。別にそんな大したことは考えてないですと。ただひたすら掘って、その25 PTC もらえるだけですっていう感じでした。その9割がチャイナに、まあ、依存しているっていうことは、そのリスクが高いんじゃないかというふうにちょっと思っちゃうんですけど、例えばチャイナのガバメントが強制的にその、はい、ある指示を出したらそれに当然従ってしまうので、彼らは自分たちで何も考えないということは、指示があればそう思いしますということだから、その自主性がないっていうことがすごくリスクがあるんじゃないか。それ誰かが指摘してた気がしてまして、そのじゃあマイナーを信じてもいいけど中国ガバメント信じていいのかとか言われてた気がします。それに対して中国のマイナーなんとかありますか？もう OK じゃないですか？わかんないですね。なんか考えすぎだって言ってたような気がするんですけど、
でそういう意味だとプールに集中してるのがよくなくて、うん、まあ、ちゃんとその本当の意味でディストリビュートされたされるのが深いですね。まあ、でもさっき の, あのオーガーの話の時にもやっぱりプールをパッと思い浮かべましたよね、うん、インセンティブが働きますよね。そういう集団になった方が自分が有利になるから、うん、本当にこう最初に設計者が思い描いた通りにフェアな状態で動くかどうかっていうのは難しいなと思いますね。うん、でも結局香港では結論めいたものは出てないんですよね。そのいろいろその参加香港に参加できなかった人もいるので結論を出しちゃいけないっていうのがそもそもルールなんですね。ただリコメンドはするのでリコメンドできるようなドラフトに仕上げると言ってましたね。うん、そう出てくるんですか。分かんないですけど、ただおそらくブロックストリームの人たちなので、そのドラフトにするんじゃないかと期待してます、ね。さらになんか WeChat にそのみんなで入るとか、WeChat で一応そのコアデブツをマイナー版の対応できる場とは一緒に作りましょう。どういうようなその決済に。大体はそのマイナーの部分よりじゃないかと、マイナー全員の部分によって決めるとかいう意見もあったんですけど、どういうような、うん、それもあったんですけど、結局ネワとセグレゲーテッドウィットネスの2つを当面インプリしていきましょうというふうに自分には見えたんですけど、まあ、それはジェフ・ガーゼックが言ってたんですね。でジェフ・ガーゼックって結構人気あるので、まあ、それでいいと思いましたと。ただピーター・トットだったりジョナス・アルティブルだったりが多少違う議論をしていて、よくわかんないなと思います。そうですね、多分今回は多分それは受け入れられるんじゃないかと思いますね。あの多分そのそれ以上のペースで、増えるような、選択肢は、コアが受け入れないでしょう。でコアが受け入れないとしたらマイナーは当面、作用しない。マイナーはあまり 今ので何もなかったとしたら、もしかしたらマイナーはじゃあこれいいからリップなんとかにしますみたいな、勝手にしますみたいなことは若干あの想像できたんですが、そのちょっとだけやったことによって多分マイナーはあの勝手なことしないので、それでコアがやらなければ進まないし、それでコアのまあ大体変な話、偉い人はみんな賛成なんで、それは多分、とりあえず それはなんか自分的には2名は何の問題ないと思ってたんですけど、うん、まあ、ピーター・トットは別にどうでもいい、まあまあ、ピーター・トットも一番反対してないんですね。ただジェフそのルーク・ジュニアとグレッグ・マクセルは無視できないんです、うん、あいや、グレッグ・マクセルは賛成したんですか、うん、だったらほぼ決定ですよね。だってほぼ決定ですね。いくらコンセンサスとかコンセンサスとかいくら言っても大体パスピーターとまあサリンブレイクまあ、まあ、みんな反対するですの話ですね。すごいピーターとってそこまで影響力があるんですね。ちょっとわからないんですけど、うん、いいですか、うん、僕はそんな増やさなくてサクサク使えた方がいいって昔から思ってて、あの使う人数増やさなくて、なんか全部のあれを持ってたり、大きくあっても意味ないかなと思っていて、まあ、正直、マイクロトランザクション諦めて、本当にデジタルゴールドだけにしちゃうと、高いやつだけ扱うとなったら、1名が2名じゃないですか。ただそれでも別に自分はいいと思うんですね。でさらにサイドチェーンだったり、ライトニングネットワークだったり、をやっていけば、そっちで高速処理もできるし、マイクロトランザクションもやれるので、1メガでとどめていくっていうのも自分はだんだんありだと思うようになってたんですよ、実は。なのでまあそれもありだなと思って、でなんとなくそんな話をトナさん、ホークだったり、いろいろしてましたと。いや、サイドチェーン、ライトニングでやれば1メガでいいじゃんと。そっちは頑張れば。そっちはシンプルでいいじゃん。まあ、実際そうやれば何が起きるかと言いますと、別のシステム使います。マイクロソフトトランザクション。それではっきり決めておきましょう。なるほど。例えば、なんか、いっぱいやった方がいい派なんですけど、
自分も昔はそう思ってたんですね。昔はずっとそのスケールしていった方がいい、そのつまり、なんていうの、その2メガなり4メガなりこう増やしていって、マイクロトランザクションができて、スケールするのが正しいと思ってましたけど、まあ、それはそのガビーがそうだったし、サトシもそうだったし、ただし、それには多少のリスクがありますと。で、さらに、その他のサイドチェーンとかで代替手段も出てきたので、でさらに今1メガでまだ持ってるので、別に1メガでもいいじゃんっていう気持ちも多少思い、そのスイーパスで持ち、まあ、持つというのは、これあまり使い物にならないよねと思ってるかもしれないですね。でも、ダメになった時に2メガに上げるなり、4メガに上げるなり。そうしますと、みんな使おうと思わないからダメにならない。すみません、スケーリングっていうのは、その量を増やすのか、僕はその、なんていうか、その、全然こう5000億ぐらいしかないから、もっと増やすっていう意味か、そうじゃないですか。ロックサイズっていうんですね。それはその初めからみんなコンセンサスを持ってそう思うんですか。今1メガの量とかって、そういうのと。でも、ビットコインの数のことですか。だけど、でもさ、それで5000億ぐらいにしかなってなかったら、あの世の中的にはもう。あ、5000億その、つまり、5.9ミリオン、それについては市場が決めることなので、いや、あのそうなんだけど、はい、結局そのぐらいしかトレードされてないっていう。そこはスケールさせるには、スケールさせないには、そういう言葉が単に。さっきのブロックサイズの話とか、あの処理速度にも関係してくるので、うん、単位時間あたりにどのぐらい の, そのトランザクションが、あの処理できますかっていう話だったとか、すると、たくさん使われたときに、そのシステム上、こんだけしか処理できませんとかだと、やっぱり使い道がないよねっていう話になってくるんですよ。だから僕からすると、はい、一般的な人はスケーリングというビットコインを、はい、もっとこういろんなところで使われるようにと思うんですけど、今の話だと。その議論もありました。例えば、イマージングマーケットで使うにはとか、マスアダプションするにはとか、まあ、それはそれで話すんですね。ただ、当面の議論は、そのブロックサイズを上げることによって、単位時間あたり7トランザクションを10倍、100倍に上げていくとかっていう、そういう話を今のところの大きなイシューになっているっていう。それはどうしたかっていうと、セキュリティも問題があるし、その分散性も問題があるし、いろんな技術的な問題が解かれてない問題があるので、なかなか今に至るまで決まってないという。だからやっぱ広めるっていう。そう、亀田さんおっしゃるように、その、なんか例えば、極端な話、1ビットコインあたり、何 US ドルですかっていうところの価値が 10倍、100倍とかってなっていくためには、たくさん使えるようにしてあげた方がいいんじゃないって考えてる人たちの方が結構多い。そうですね。なので、マイクロトランザクションができるように、はい、その2メガなり8メガなりに上げて、もっと広くいろんな人に使ってもらった方が、ね、ビットコインを使うために、ビットコインを買う人だと。そういう議論だと思ったんで。そういう話です。一つ私、すごく大きなコンサートとしては、今1メガっていうサイズですけど、それを2メガあるいは他のサイズを上げるってことは、ハードフォークが起きてしまうんじゃないかと。つまり、インコンパチブルなチェーンがこちらにできてしまって、今までの1メガのブロックチェーンとつながりがなくなると。その可能性があるので、ピーター・ブッドが反対してるわけですよ。これは全く意味がない話なので、仮にスケールさせたことによって、コンセンサスしなくなったら、ノードがそのフォークしちゃったら、何の意味もないので、ピーター・ウッドが反対してるわけですよね。いや、まあ、ピーターとの動機はよくわかんないんですけど、そのでも実際、まあフォーク、そのようなフォークが続くことはありえないと思います。あのみんな、特にその、まずマイナーが、バージョンを変えるということは、ある程度取引所とかもバージョンを変えたがってるから。みんな取引所が受け入れようがないと、マイナーがあのマイニングするビットコインを売りたいので、それはまず乗らない。なので、その、まあ、その VIP1701 の 75% に達成したとしたら、まずユーザーさんと、取引所とか、あの決済プロバイダーの計算とか、その方でまず大きなコンセンサスがないと、そこまでいかない。それそこまで至ったときに、まずその古い方を使いたがる人がまずいないはず、いないんちはいないんですが、少ないはず。
しかもそのマイナーな原因で続けるということはいつでもその 75% 以上、おそらくほとんど全員なんですけど、その 75% 以上の間にチェーンが攻撃できてしまうので、その可能性があることによってさらに非常に価値が低くなる。で、価値が低くなることによってまた循環で今度周りにもしてくれる人がいないので、さらに落ちるので、まあ、それはほぼ確率に一つにもなると思うんです。じゃあ実はハードフォークも何も気にしなくていいですと。だと思います。ちゃんとエクスチェンジ、メジャーエクスチェンジが乗り換えて、メジャーマイナーが乗り換えたら、他のマイナーのところは価値がなくなっていくと思う。ちなみに、その例えばサイズ、ブロックサイズを何メガにしたら、どのぐらいのトランザクションができるようになってとか、サイズチェーンを導入することによって、どのぐらいのトランザクションが増えたりできるようになって、トライドニングしたらどのぐらいになってっていう、その予測みたいな、そうとかってどっかにあったりしますか？全部できてる。まあ、なんかニコラが作りましたよね、全部。ニコラが BIP100 と101と103と108と全部、66と全部今日作って、今日プロ&コーンを全部やったんですね。で、さらに全員がボートできるところまでやったので、それを全員ボートすれば一応多数決はできるところまでやったんですけど、まあ、その前に XT はパシャってくれたから。ただそれ、あれ今でも使えますよね。XT?あ、そのニコラが作ったその表があるじゃないですか。あ、分からん。すみません。でも、まずある。まあ、ただ、今回はそのジェフ・ガーゼックが、その1メガでとどまってくなさい、だと。で、2メガに行こうと。で、その他にもいろいろこうあるよって、彼が まとめてやって、一応拍手だったので、一応それが、一応一番目だった結論になるんですけど、ね。スケールビットコインの場合、すごいテクニカルなんですね。ただ、ジェフ・ガーゼックだけが俺のだけ一番テクニカルじゃないよって言って、これそれをまとめたわけですよ。それ、なんか多分、それがビデオに上がれば、まあ、一番目立った。あ、そのなんで、速攻センサスっていうか、その合意っていう形成っていう意味では、ジェフ・ガーゼックが一番それをまとめましたと。ただ、そのピーター・ウィリーのそのセレゲットビットネスが、その技術的には一番インパクトがあった。で、技術的なインパクトはピーターで、その全体的な影響はジェフ・ガーゼックだったという感じなんですね。イーサリウムの処理能力って今どのぐらいで、この後どのぐらいになってくるというぐらいですか？どのぐらい？今かな？で、これからは、まあ、かなり莫大なところまで行けるような設計をしてる。そのかなり莫大であまり正確な設計じゃないんですけど、あのとにかくその、ビットコインみたいに皆さんが何でも確認するじゃなくて、スケーラビリティ、まあ、シャワーみたいなものができるような、設計はしてる最中です。ただといってもそれがじゃあうまくできましたまではまだ言えないので、その実際に機能するでもその、まあ、その目標は厳しいのかな。その今公開されているそのブロックチェーンだったり、そのクライアントだったりっていうのは、どこまでのパフォーマンスがあるわけなんですか？イーサリアムを使う。その SLM でエノジーも出なかったですね、そのスケーリングでは。まずは、どうでしょうと。しっかりしないことで SLM が出ないようにしますが。SLM 関係者もほとんどいなかったので、まあ、オーガーのポール・ジェリーとか、シェリーさんぐらいですね。リアリティーキーズに関しては、なんていうか、例えば、証券取引所のプライスは、証券取引所に聞くのが正しそうだし、うん、それ
天気とかは気象庁に昨日って話しそうだったりするので、それぞれそのかなり結論を持って、リアルに出してくれるところが世の中にあるから、うん、そっちになんかその愛をみたいなのを認識させる方が、一箇所にまとめてそこからライブラリを売るよりはなんかありえそうなのと、あとはもしそのまとめるとすると、その今こう僕らが生きている状況でもストックプライスは証券取引所につけるとかある程度スタティックが決まってるんですけど、例えばそのカレンシーにしてもいろんなカレンシーだといろんなプロトコルとかが出てきた場合は、それをなんていうのスタティックに決められないような時は確かに、そのバランスをとってリアリティを見るというのは必要だと思うんですけど、その場合はそのどれを取るかっていう、どれをそのじゃあウィキペディアはいいのかどうかとか、どれをじゃあリアルに選定するのかっていう部分に対するガバナンスっていうか、それが多分いるのかなと、そうですね。で、まあ、まずさっき言った、まあ、気象庁から本当は天気の情報を取りたいというのは確かにそうですけれども、気象庁が結果を出してくれないので一つちょっとあり得る、まあ、将来あり得るのは、気象庁の、SSL の、ページをコントラクトで確認できるようにはなれるかもしれない。でそうなったら、もう一つやらないといけないのはブラウンさんみたいに、その気象庁の本当にこれ気象庁の証明書ですかって確認しないといけないので、ブラウンさんになんだかもう全部 PKI やらないといけない。どの証明書を信用していいですかっていうことも多分、管理しないといけないんだけど、それはまあ今は技術的にはできてないんですけど、できないわけ、まあ理論的にはできない理由が特にないはず。この暗号を実装するとか、このガバナンスを入れるとか、それは一つの、まあ、将来の可能性かなと思います。ただ今にそれをやろうとすると、一つは、まあ、すぐ明日明後日ぐらいのものであれば特に問題ないんですが、API って結構変わりますよ。なんか API を使ってるとメンテしないといけなくて、たまに変わっちゃって、これを、まあ、2年間でやって、取引、日付の方が変わっちゃったら駅までやれとか、これを止めましたとかって結構発生するので、コントラクト作る段階で、この URL から拾いますという、本来は正しいと思うんですけど、今はあまりうまくいかないんじゃないか。それは半分、問題の半分で、もう一つの半分は、この使い方で大丈夫ですかと。つまり、気象庁が、じゃあ例えば気象庁の情報を使って、誰か、まあ、無免許で天気のデリビトというのを送ったと。で、今、日本で今、天気のデリバティブについてどういう法律がかかっているか分かりませんが、誰かが何らかの法律を違反したとしますと、気象庁はじゃあこれちょっと止めますねとAPI キーを、イスリアムの人は使ってほしくないから、こういう理由を見れば API キーを無効にしますってなると全部となります。これがもしかしたら起きる可能性は十分あると思うんですよ。みんな Yahoo ファイナンスかなんかを勝手に使って、それやる日 Yahoo があれこれこのような使い方をすると思わなかったよね と言って止めちゃって、大問題になるんじゃないかと、短期的には。ただ将来は本当はそれはある意味正しい姿だと思います。天気のデータは気象庁からもらうから、で、これは良い使い方なので、気象庁はぜひ、イセリアムのブロックチェーンが読める状態でデータを告知すべき。で、もしかしたら、まあ、今の金融界はどう考えているかちょっと分かりませんが、CME の昔、シカゴマーケティングのチェーンの方と、ちょっと相談したんですが、まあ、少なくともそのイセリアムの可能性とか、ブロックチェーンの可能性は十分認識しているので、向こう
向こうの方でなんかこういうことやってるべきだろうみたいな話がちょっとあったんです、うん、なのでその、まあ、金融頼みはもう近い将来そのなんていうの まともなところに言いたくないんですけど、その、まあ、非常にその公式なデータの、まあ、取引所とかが、これを認識 しながら、データを発行、ぜひ、まあ、発行してほしい、まあまあですね。まあ、でも例えばそういう場合は、ナスダックがオラクルになるとか、そういうことですね。そういうことです。はい。でも現実世界でそうですか。そうですね。うん、まあまあやるかどうかはそうですね。わからない、うん。現実世界ではそこを信頼しているので、そのために一応ベストなパフォーマンスが成り立っているので。そのリアリティヒースの考え方と、もう一つのサービスのオラクライズの考え方は、ちょっとそこが違って、オラクライズの方が基本的にそのもらってる URL が王様と思っている。で、そうしますと、そのもらった先の URL が嘘の情報を出せば、それはそのまま津波に伝えるという効果があるでしょう。で、リアリティヒースの場合は、とにかくその出しているところを実際見たときに、これがいつも正しく出るとは言えないし、しかも、もう一つの問題は、ナスダックレベルだったら問題ないんですが、他の API は結構そんなにセキュリティかけてないところなんです。で、そうしますと、逆にこういう使い方をしますと、そっちの方に迷惑かけてしまう。サッカーのスコアとか天気のサービスを提供している人に、ハッカーにそれを攻撃する。インセンティブを与えることになってしまうので、それはちょっと無責任かなと思って、この設計にしました。でも、まあ、いいところはそのオーラカイズのやり方は、つなぐ言われてからやった方が、まあ、分かりやすいというか、分かりやすい。あとは何か、まあ、問題があったとしたら、どこの問題なのかは、確認しやすい。その TLS の物理の証拠もある。それではちょっと時間もつけないんですけど、時間が来ましたので、一旦ここで中断をさせていただきたいと思います。まずは今日エンディングのサプレゼンテーションをお願いします。じゃあその後のスケジュールなんですけど、ちょっとまあ10分ぐらいブレーキしたいと思います。その後はちょっと個別にまた。It's a co-working company. It's a co-working company.
したいです。お願いします。Salary at this moment. Right. But the list itself will be valuable for you and us. I hope. Okay. Can you send me some information? Yes. Is it still very useful to use our private chain?
It's private, and you do not have to make a consensus. So that's why it's used. And also language is used. So you need a logic model. But you don't need a word bubble. It's complicated, but I'm betting on most of the things Because it's too early to use if you don't have to use anything you don't want. You just do it, and then you'll have change to the process. So I don't think that you will be able to put anything important on the Ethereum chain for at least 1 year, maybe 2 years. But there will be the public chain will continue to not come to planet. And then the same technology will be useful in private chain. Then when Ethereum is ready, those people who have been using the private chain will start to be software. A concept design everything. Interesting. But also people. You don't give it. I do not know that. Actually, I have no idea what's going on in the US. Right. Yeah. Right. For the first time, I see that your concept is reasonable. Yeah, so well, hyperchain. Hyperledger is not available. They're rebuilding in something. Yeah, we can share it. But yeah, hyperchain is not available. I can't do
in finance too, so that I will try to follow the financial regulation requirements without possible. So the government will be happy if we try to do that. It's the only main part is taxation of grain. But at least we can reduce the cost. Therefore, the guys in the automotive, even though I'm working in automotive. So where are you working? I'm going to leave it.